まあ午後はそこは一番、夜だから、まあ面白いけど初回目越し、まあ各町でも下は重要なお祭りいっぱいあるよ、余裕で夜に。山道は基本的にこれですね。こっち、まあここまで歴史の中入ってくれる。こっちだけ、その通りです。鳥越とかそういう見たらもう見つかないですね。今年三社移動があちら。今年三社移動だったの。三社移動だったの。うん。あ、まあ。